瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。しぜです。はい、今日はですね、私としぜさんでお送りしていきたいと思うんですけれども、本日ですね、5月の5日、子どもの日はですね、まあ、私ごとというか私たちごとではありますが、我々の2回目の結婚記念日でございます。はい、まあそれはそれでいいんですけど、じゃあなんでわざわざ結婚記念日なんですけどとか言って動画をわざわざ撮ってるかと申しますと、実はですね、我々ようやく結婚指輪を買いました。しぜさん、しぜをシェイカーみたいにして鳴らします。これで自然をこう鳴らしますね。買いましたということでね、押せよって感じなんですけど、まあ、タイミングはもう意味わかんないタイミングで買ってるのは、まあ我々も重々承知しておるんですけれども、まあね、買ったんで今日はちょっとそれを、まあ紹介しつつ、一昨日ちょうどねできたんですよ。なんか作ってから1ヶ月半ぐらいかかって、で一昨日ちょうどね取りに行って、お店にで今ここに実はあるんですけれども、これを今日はちょっと開封して今日からつけるっていうね、我々まだ何もついてませんから、つけて今日から生活しますっていう、儀式だ。わざわざ動画で撮る必要もないんだけどね、勝手にお前らやってるよって話なんだけど、まあ一応ね YouTuber なんでね、私、まあそれもちょっと一応言っとこうかなっていうことで、まああとね、その結婚指輪とかね、婚約指輪とかさ、これからね指輪探す人とかさ、俺らもそうなんだけど、何買っていいか分かんないって人いると思うんだよね。まあ女性によってはさ、めっちゃ指輪のこととか詳しくて、もう絶対もう結婚指輪だったらあれでしょ、婚約指輪だったらあれでしょみたいなね、決めてる人もいると思うけど、まあそんなにね分かんない。しぜさんもね、あんま分かんなかったんだね。じゃあ指輪ちょっと買おうよって なってもちょっとどれがいいとかってあんまね、まあ例えばティファニーとかカルティエとかさ、ハリー・ウィンストンとかね、なんかそういう有名なのはまあちらっと頭にあっても、じゃあどれにするってなった時にこれって決めるのって難しいよね。だからそういう人もいると思うから、ちょっと今日は我々は何を買ったのかっていうのをちょっとまあ言っとくっていうのはさ、面白いかなと思ってやってみたいと思います。それではよろしいですか。はい。めっちゃニコニコしますよ。まあね、すいません、本当にごめんなさいですよね。もう瀬戸康史お前何やってんだよって、もう女性の敵ですよ私は、むしろね、何自然を待たせてんだって話ですよね。はい、ということで、じゃあここにですね、重厚な紙袋があるんですけれども、はい、これで分かる人天才だよね。これで分かる人天才だと思うけど、これはですね、どこのブランドのものなんでしょうか。ね、皆さん何だと思いますか。自然さんはもうワクワクしてもう出てきちゃってますよ。ここにも出てきちゃって、ここにも出てきちゃって、今日自然だらけ、自然が3人も出てきてっちゃってるから、これちょっと恐ろしい。こんな一番もうめっちゃ圧がすごいんだけど、圧が一番俺に圧がかかってる動画かもしれない。自然圧が、しずいやつがすごいですよ。もう指輪があるってめっちゃ見られてるしね、やっぱそれほどね、女性にとってやっぱ指輪っていうのは大事。めっちゃ見てますしずいか、めっちゃ見てますこれをね。すいません、今までお待たせしてすいませんでした。それでは我々の買った指輪はこちらです。ててー、にわかです。ポカーンとしてる人多いんじゃないかなって話をね、昨日ね、しぜさんと2人で夜ね、してたんだけど、まあ、知る人ぞ知る、ブランドじゃないでしょうか。まあ、知ってる人は知ってるのよ。調べてる人は知ってるんだけど、そのあんまり指輪のこと知らない人にこう見せてもさ、何、にわかファンのにわかですかみたいな。ね。そう、俺だってそう思っちゃうけど、にわかなんか名前大丈夫みたいな思っちゃいましたけど、京都のブランドでございます。和っぽい。洋風っていうよりは和っぽい、テイストの指輪です。じゃあちょっととりあえず何が入ってるのかっていうのをちょっとね、出しちゃいたいと思います。いきます、せーの、ドゥルルルルー、おー、にわかって書いてあります。これ霧の箱です。はい、そしてリリリリーン、もう一つあります。僕の結婚指輪としぜさんの結婚指輪っていうことではなく、
実はですね、今回は結婚指輪と、婚約指輪も一緒に購入しました。婚約指輪もね購入しました。婚約何言ってんのって感じる人もいると思いますよお前何考えてんのっていうね、そういうやっぱ厳しい方いますから、そのタイミングとかね、なんでその結婚する前に婚約指輪って婚約した時の指輪でしょっていう、もうそれも当然そうだと思いますけど、まあなかったんでね、そういうちょっとなかったんで、まあ買おうよということで結局まあ2つとも買いました。だから片っぽはちょっとどっちか分かんないけど、片っぽが婚約指輪1本で、もう片っぽは結婚指輪が2本リングが入ってます。はい、これを今日はちょっと開けて、男性の人ってよく分かんないよね。俺もさよく分かんなかったんだけど、婚約指輪っていつはめんのっていう、俺素朴な疑問で思ってたのね。だって結婚しちゃったらもう使わねえから、なんでそのためになんかすげえ高い指輪買わなきゃいけないのとかって思ってたんだけど、これ婚約指輪っていうのは結婚した後もそのパーティーとか改まった場でそのキラキラキラって、婚約指輪っていうのは結婚指輪よりもそのド派手でそのダイヤとかがちゃんとついてるやつが婚約指輪なんだけど、その婚約指輪はその結婚した後も他の人のパーティーとかでこう指にはめたりとかするらしいのね。だから婚約指輪も全然こう何結婚する前まで役割が終わるってわけじゃなくて、結婚した後もずっとこう使い続けるものだから、まあ、いいのを持っといて損はないっていうのを俺やっと理解して最近、あそういうことだったんだでも知らない人多いでしょこれ男子、俺知らなかったもんそんなの。あちなみにそのにわかを使ってる、そのよくね指輪とかさこうネットで検索するとこのブランドの指輪使ってる芸能人は誰々と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 有名な結婚した2人が出てくる、有名なペアが出てくるんだけど、まあ、このにわかは あんまりちょっと情報がなくて、一組だけペアがおりまして、それが水嶋博彩香ペアご夫婦がこの、にわかのリングペアの結婚指輪をつけてるっていうことが普通にネット上に出てきます。ただそれぐらい、それが本当にそれしか出てこないんで、まあ、あんまりその芸能人もみんなつけてるっていう感じではないんだけど、まあ、本当は知る人ぞ知る、なんかみんなと同じリングは嫌だなみたいな、あブランドもんにしたのねみたいな感じで言われるのが嫌な人はもうにわかですけど京都ですけどみたいな、京都でどうせね、京都ですよって言っておけば、まあ早く開けてほしいよね。はい、じゃあ開けましょう。瀬戸康史の動画。あーそっか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 、あ分かるんだ箱で、下で目印書いてあったんで、これが婚約指輪でございます。ダイヤのついたキラキラしたやつでございます。それでは開けてみましょう。でれれれれーん、あちょっと待った、はい、ちょっとカメラをもう一台増やしました。やっぱこれで見たいよねこれちゃんとね。来ますよー、来ますよー、ペロリーン、はい、キラリーン、うーん、はい、和紙みたいなのがこう入ってて、和紙みたいなのがこう入ってて、これ取り出すんだけどちょっと箱をあっちにやりつついきますよ、せーの、こう紙でぴったり収まるから紙でこうやって出さなきゃいけないでしょ、はい、さあそれでは、はい、私としでさんの婚約指輪でございます。それでは開けます、せーの、ディリリリリー、はい、ご覧ください、真ん中にね、ドーンとね、でっかいダイヤがあって、横のほらキラーンってあったでしょ、リングの縁の部分、横の部分にもこうちっちゃいダイヤがこう埋め込まれているという、こういうものでございます。はい、どうですか瀬戸さん、じゃあちょっとはめてみますか、ね、はい、ね、はい、どうぞ、ね、ちょっとはめて、ちょっともうちょっと手出して、おー、イエーイ、キラーン、おめでとうございます。キラ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 ですか、キラ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 、緊張します、緊張するか、うん、はい、感じがありがとうございます。いやいやいや、もうこちらこそありがとうございます。じゃあちょっと待っていただいてはい、以上婚約指輪でございました。それでは続いては、私もはめます、こちら
結婚指輪をちょっと開けてみたいと思います。はい、それでは、我々の結婚指輪、公開したいと思います。はい、それでは行きます。せーの、キラリラリーン、ふー、はい、こちらでございます。どう見せた方がいいかな、こうかな、ね、手前が静江さんのやつ、奥が私のものです。これね、ちょっとね、リングが木目っぽくなってるの分かります？これはなんだっけな、ゴールドとプラチナだっけ、せいさん、なんだっけ、ホワイトゴールド、ホワイトゴールドとプラチナ、はい、それがこう編み込まれたようなこう作り方がされてるっていう、金属が違う、2つの素材をこう、木目状に合わせた指輪です。これ、実はですね、昨日の夜ですね、私、この結婚指輪ね、今ちょっとね、ピントがうまく合わなくてね、これちっちゃいから分かりづらいと思うんですよ。あと婚約指輪の方もちょっとちっちゃくて分かんないと思うんで、昨日の夜ね、めっちゃ苦労してマクロレンズで、撮った映像があるので、そちらをご覧いただきながらちょっとお話ししたいんですけれども、すごいですね。なんかテレビみたいな、こう回転台、うちにあるんで、その回転台を使って電動のね、綺麗でしょ。テレフォンショッピング、テレフォンショッピングカーレねしたいね。なんか12回払いでなんか月1980円でみたいなさ、テレフォンショッピング、テレフォンショッピング感出ちゃったけど、これですよ、いいでしょ。これ 5D マーク4っていう、あ、 5D マーク、じゃあ 6D だ、 EOS 6D で、難しかったんだけどね、 100mm2.8F2.8 ってやつで、マクロのすっごい寄れるやつで、あの電動の回転台を使って撮りました。綺麗でしょ、キラ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 ってね、これですよ、これですよ。で、今僕がちょっと、見せた、はい、結婚指輪が、はい、こんな感じでございます。はい、ちょっとね、なんかいろんな周りのライトとかが反射しててちょっと見にくいとは思うんだけど、木目状のね、あの模様が入ってると思うんですよ、白と茶色で。このデザインがちょっと俺いいな、いいなっていうか、最初ね、2人でその婚約指輪、結婚指輪何にするって迷ってた時に、俺なんか木が、あのウクレレとかね、後ろにあったりするけど、ギターとか木が好きなんですよ。だからその木っぽいのとかないのかなっていうのがこう始まりで、うん、で静江さんもね、まあいろいろ友達に聞いたりとかしたんだけど、まあ、俺が唯一興味を持ったのがこの木目調のね、このやつだったんで、それにしようよみたいな感じになって、なんか静江さん、例えばね、俺が木目調のやつがいいっつってもさ、例えば嫁がその私は絶対にハリーの結婚指輪がいいとかって、それはちょっと今の言い方嫌なやつだったけど、私絶対ハリーの指輪がいいのみたいなね感じだったら、それはもうハリーにしますけれども、ちょっと静江さんがなんか僕のね、意見を尊重っていうか、静江さんはまあね、僕がいい方がいいっていう感じなのかな、うん、そう、そう、俺もなんかちゃんとこう納得してはめれるから、まあそうしようよってことでこれにしました。綺麗ね、でマット感ね、マット感、あのキラキラのやつもあったんだよね、探しに行った時に光沢のあるキラーンってするやつもあったんだけど、俺って結構動画でさ、こう手とかこれから出す、普通にね出すから、ここでキランキランってなるとさ、やっぱ目立っちゃうから、あえてマットな、そう、いろんなの試したけど、そうそう、いろんなのはめて、ね、じゃあ次こっち、じゃあ次こっち見てみようみたいなさ、いろいろ はめてなんか分かんなくなってくる、そうそうそう、最にわかの木目のやつがいいっていうのは決めてたんだけど、いざやってみるとさ、いろんなのがあって、で結局なんだっけ、これ結局1個ずつね名前がついてて、この我々が選んだこのリングは、のどか、長いにこう門構えに切って書いてのどかっていうね、名前のものです。でそれぞれに指輪にこう漢字のね、やっぱ日本のブランドだからそういう名前がついててのどかでございます、はい、でこちらの、婚約指輪の方は、ことほぎ、ことほぎっていうね、ひらがなでことほぎ、ことほぎ、ことほぐっていうね、お祝いするっていう意味ですね、お祝いっていう意味の、王道なのか、王道な、まあパンフレットとか見たらね、バーンって感じだったから、にわかの中ではこう王道的なやつみたい、はい、
それではですね、これずっとほったらかしになっていた結局さ、はめなきゃいけないんですよ。じゃあちょっとはめましょう。お前がはめるの、君がはめるんですか。君はもうこれ腕いっちゃいますけどね、これ腕もスカスカになっちゃいますけどね、これ。じゃあちょっと静江さん、じゃあ一回静江さんはめてみようかな、静江さんに。はい、リリリリこれ何これ新しいファッションですかこれ。ちなみにですね、ちょっと今もう細かすぎて見せられないですけど、あのにわかはこの中にリングの内側に印字する文字っていうのは自由ではありません。だから瀬戸康史プーンとかはダメです。ちゃんとフォーマットが決まっていて、日付とあとは名前のイニシャルぐらいしか入れられないし、しかもそれ両方 OK だったか分かんない。俺らが入れたのはあの結婚記念日だけ、2016の、5月5日っていうのだけ入れました。じゃあ須江さんどうぞ。じゃあおはめするとこ、おはめ左手の薬指に、いい、ちょっとピントが合ってないけど、はい、はい、やりました、キラーン、イエーイ。じゃあ私もはめます、いきますよ、せーの、つるるるるーん、ウェーイ、ということで、もう全部言ってるね。あとは値段ですね。まあね、こういうのはあんまお金の話になっちゃうから、まあ、細かくは言わないけれども、ね、ネットで調べたの。相場、結婚指輪相場とかって調べると出てくるんですよ。で、まあいろんなサイトによって金額は違うんだけど、だいたい結婚指輪に関しては、2人で20万とか25万とか、そんなもん。だから1本10万ちょいみたいなのが相場、2人で20万ちょい。で、婚約指輪っていうのはその昔とかはね、給料3ヶ月分とかさ言ったけど、給料3ヶ月分で例えば月30万もらってる人だったら90万の指輪買わなきゃいけないのっていう、だからバブルの時代なのかな、あれは。そういう風に言われてた時ありましたけど、今はネットで調べると、30万から40万ぐらいっていうのが、まあ相場、相場らしいですね。25万から35万とか、本当にサイトによって書いてることが全然違ってて、平均が39万とかだ、でも30万ぐらい、が相場、婚約指輪ね。だから婚約指輪と結婚指輪買ったら、まあ大体50万ぐらいが相場っていうことで、だからまあ引っ越しするぐらいの金額かな。で、じゃあちなみにまあ俺これも調べりゃ分かるんだけど、我々どれぐらいしたかっていうと、まあ相場ぐらい、相場より、結婚指輪に関しては相場ぐらいです。10万ちょいぐらい、うん、で、婚約指輪に関しては、相場が何だっけ、30万って言ったけど、まあ、相場よりもまあちょい上ぐらいです。あの100万とか言ってないです、うん、まあだからそんなに、めっちゃ高いの買ったってわけではないので、いやだって俺ね、 Mac Pro だって130万とかだしカメラとか100万とか普通にね、うん、使っちゃうから、別にね、ガジェットに比べれば別にねそんなね30万とかなんかもうね、全然どうってことないっちゃあれだけど、静江さんはね、他の指輪でね、こうすっぽ抜けてさ、指輪なくしたとか言って騒ぎ出したこととかもさ結構あるのよ。で、ね、静江さんが指輪ないって言ってたら、指輪ないって言ってたらどこにやったと思う。手袋の中にあった。考えられないでしょ。手袋と一緒に脱いだ。手袋外すときにさ、指輪も一緒に脱いじゃって、ないっつってんの。すごいでしょ。これだと手袋って取れないと思う。俺も絶対取れない。だって引っ張らないと。ちょっと引っ張ってみて。うん、あ、これはいきませんね。うん、はい。ということで皆さんね、我々今日から結婚指輪はめますんで、よろしくお願いいたします。すいませんね、なんか我々の自慢みたいな、自慢っていうかね、自慢ち。あー
ジュマンジ見たくてたまらないんですよ、しずえさんね。だって韓国の飛行機でそう韓国に行く飛行機のね、あの ここにねあるやつで、映画でジュマンジ、新しいジュマンジね、新しいジュマンジを見て、うん、いいところで到着したそうそう、いいところでこれからだってところで日本到着しちゃって、でも、ね、降りたくなかったとか言って、もっと乗ってたかったとか言ってさ、ただ映画館でじゃあ見ればいいじゃん、映画館まだやってるから映画館で見ればいいじゃんって言うけど、でも途中まで1時間くらい見ちゃったんでしょ。うん、あの蚊に刺されそうになるところ、蚊に刺されそうになると知らないけどそれは、まあ、結構半分ぐらいは見ちゃったらしいからでもそれ半分見てるやつを映画館で見たくないとかって言って、見たいけどね、見たいけど、まあちょっと途中まで知ってるからね、それなんかもったいない感じもするみたいな、早くレンタルで出てくんないかなとかって言ってるんだけど、全然関係ない話ですいませんでした。ということで、はい、以上、それでこうしたしずえが、にわかの指輪を買いましたという、話でした。まあ参考になる方はなったと思います。よかったらにわかさんチェックしてみてください。それでは以上、瀬戸康史と自然のでございましたでございました。じゃあのはい、オッケーでけー